どうも、8月は閃光ワンキルデッキでダイヤタイまで駆け上がりたいモリンペンです。ところで皆さん、閃光ワンキルデッキにとって撃たれるときつい手札誘発って何だと思いますか？ゾージー、ニビル、アトラクター、いろいろとありますが、やっぱり一番はドロールでしょう。ご存知の通り、相手がデッキからカードを加えた場合に発動できて、このターンデッキから手札にカードを加えることができない完全なサーチ&ドロー封じ。これを打たれると、おそらくほぼ全ての閃光ワンキルデッキが機能停止します。そしてモリンペンの使う月光ワンキルデッキもまたサーチカードを多用しているため、一瞬で機能停止する。そう思っていました、つい先日まで。だから今日はドロールだけ打って安心していると月光デッキに閃光ワンキルされちゃうんだよっていうことを皆さんに教えようと思います。でもどうせその辺の野良試合でワンキルしてきたんだろと思ってしまう人もいるでしょう。安心してください。デュエリストカップでやってきました。では実際の対戦動画をどうぞ。突然ですが、全国の月光ワンキル使いに問題です。この手札で展開できるでしょうか？答えは、できます。それでは展開方法を見ていきましょう。まずはゼピュロスを通常召喚。続いてライフを半分払って手札のデストルドを特殊召喚。2体でリンク召喚。デストルドはチューナーなので、ハリファイバーでジェットシンクロンを呼びましょう。次にタイガーをペンデュラムゾーンにセットして、ゼピュロスでバウンスします。2体でシンクロ召喚。手札のセレナードダンスを墓地へ送ってジェットシンクロンを蘇生。セレナードダンスを墓地から除外。墓穴を手札コストにカレードチップを呼び、効果発動。墓地にイエローマーテンを落とす。2体でシンクロ召喚。ここでライブラリアンのワンドローに、ガーデンローズメイデンのサーチをチェーン発動。ブラックガーデンをサーチ。サーチしちゃったね。はぁー、ドロール打たれたー。もうサーチできない。気を取り直して展開しましょう。ブラックガーデンを発動してからタイガーの効果でカレードチップを蘇生。すると相手フィールドにトークンが生成されます。勘のいい人は気づいたでしょう。そう、大量のトークンでアークリベリオンの攻撃力を底上げするのです。墓地のイエローマーテンでタイガーをバウンス。タイガーがもう一回使えるドン。2体でエクシーズ召喚。どんどんトークンが生まれますね。レイダーズナイトの効果を発動。進化します。ブラックガーデンの効果でアークリベリオンは攻撃力半減ですが、それ以上に底上げすれば問題ありません。フィールド全員の元々の攻撃力だけ打点上昇するから、相手のトークンだけで攻撃力4000アップしますね。満を持してノーキンドラゴンの効果を発動。攻撃力12400、ワンキルラインに到達。相手に送りつける準備は万端。ここでいつものあいつが登場です。攻撃力上昇分のバーンを与えます。滅びの呪文、行くぞー。バルス。ドロールっていないねー。